よろしくお願いいたします。 AI を活用した文献検索システムについて川崎医科大学の神田が申し上げます。よろしくお願いします。今回の、開発に至った経緯をまず説明させていただいて、その後にシステムの概要、そして活用案について申し上げたいと思います。まず、我々が作ったシステムは慢性腎臓病のガイドラインを作るという最初の目的があって、それに基づいていますので、まず疾患について簡単に説明させてください。慢性腎臓病という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。慢性腎臓病というのは、腎臓が経年的に、長い時間をかけて腎機能が低下することを表した疾患です。腎臓というのはだいたい大きさが握り拳大をしていて、背中に近い位置に2つあります。それぞれの腎臓には約100万個のフィルターが入っていて、それを糸球体と呼びます。だいたい高校生ぐらいの腎臓機能が 100% とすると、その機能が 60% 未満になった時を慢性腎臓病と呼んでいます。この機能が 10% を切ると、体の中の毒素を捨てることができないため、透析が必要となってきます。慢性腎臓病は重症度分類が行われていて、国際的に共通です。腎機能はだいたい 15 から 30% ごとにステージが5つに分けられています。また、フィルターの機能だけではなく、尿タンパクの量自体も患者さんの予後に悪影響を及ぼしますので、少ない量から多い量まで3つの段階に分けられています。それを図示したのがこの緑と黄色とオレンジと赤色の図です。色が赤に近くなるに従って、透析、ないしは心筋梗塞などの心臓病、そして死亡のリスクが上昇することが知られています。この図から分かる通り、腎機能の低下を防ぐこと、そして尿タンパクの増加を防ぐことが治療の目標となります。しかしながら、日本透析医学会の調査によりますと、年々透析をされている患者さんの方は増加しています。2018年の末の調査によりますと、約34万人の方が透析をされていました。左上の図は、その人数の推移を表しています。オレンジ色から赤にかけての部分は、65歳以上の方を示していて、約 65% の方が65歳以上であることがわかります。患者さんのためにも、そして、国全体のためにも慢性腎臓病の対策が必要となってきています。そこで治療法を標準化し、全体的な CKD の進行を抑制するために、日本腎臓学会では CKD 診療ガイドラインを2009年から発表してきました。そちらのここに示していますのは2013年度版のガイドラインです。ガイドラインの作成方法はマインズが定めており、その作成方法にのっとっています。ガイドラインはさまざまな章から作られていて、こちらにご覧いただいているのは CKD の診断と意義、その他糖尿病ないしは多発性の疱疹といった形で疾患ごとに章が分けられています。そしてその章にはそれぞれクリニカルクエスチョンというガイドラインで伝えたいメッセージを疑問形式で表していて、メッセージ自体は推奨という形で下に記載されています。この推奨はさまざまな文献から集積されたエビデンスのまとめとなっていますので、そのための解説、そしてどのようにして文献を集めてきたかを表しているのが文献検索という欄です。文献検索には再現性を保つことができるように検索用語のキーワードを列挙し、
そして参考にした文献も表示されています。このため、ガイドラインを作成するためには、各 C 級ごとに莫大な論文を解析する必要があります。ガイドラインの作成手順を説明します。まず、目的の明確化、そしてガイドライン作成組織委員会を作ります。研究計画書を作成して、システマティックレビューという先ほど申し上げた大量の文献を解析する作業を行った後に、その後推奨文を作成してガイドラインの草案となります。この草案を外部に公開することによりパブリックコメントを募集いたします。そして年数が経った後にまた改訂を行うという作業が繰り返されています。このシステマティックレビューの作成方法を申し上げます。まず、先ほど申し上げたクリニカルクエスチョンという疑問文を多くの委員の間で立案します。そしてその一つのクリニカルクエスチョンに対して文献検索を行い、各文献のレベルを評価します。例えば、ある研究では人数が少ない、ある研究では何千人も使った研究になっている、そしてクオリティが高いか低いかといったことを評価します。そしてこれらの文献を集積してエビデンスのまとめとして左の下にあるようなメタ解析を行います。そしてこのメタ解析の結果をもとに結果を多くの委員の間で評価してステートメント推奨文を作成いたします。大量の文献はどのようにして入手するかと申し上げますと、日本語の論文に関しましては医中誌というところで検索することができています。また、英語の論文に関しましては、Medline という米国にあるデータベースに集積されていますので、そのデータベースを PubMed というサイトからアクセスして、必要な論文を検索いたします。この時の検索方法には、一つの作法があります。という申しますのも、CQ は、例えば、患者教育は透析回避に効果があるかという自由な文章で書かれます。しかしながら、このままでは再現性がある検索を行うことができません。そこで、PICO という形のに整理いたします。例えば、P はペイシャント、I はインターベンションですので介入、C は介入しないという比較、O はアウトカムとなっています。そこで作成する検索式は、例えば、リーナルダイアリシスという2つの単語で大きく文献を集めるようにします。と申しますのも、漏れがあってはガイドラインの文章の作成に大きな影響が出てしまうためです。例えば、リーナルダイアリシスだけだと非常に多くの論文が集まり、数万本になることもあります。パブメドで検索すると約1000本の論文が見つかりました。各論文についてはパブメドのサイトからこのようなフォーマットのテキストファイルをダウンロードすることができます。このファイルには上から論文の ID、そしていつの時期にパブリッシュされたか、そしてタイトル、アブストラクト、それからオーサーなどなど、こういったものが構造的に書かれています。このファイルが一つのテキストファイルとしてダウンロードされてきます。次の作業は、この得られました1000本以上のアブストラクトから必要な論文を見つけてくるという一次スクリーニングを行います。ここでは、1000本であればおそらく20本から50本程度の論文に絞ります。この時に非常に労力がかかります。と申しますのも、ボランティアで参加している2人のドクターが別々に1000本以上のアブストラクトを読んでいき、そして必要なものにチェックを入れていきます。チェックが重なった大事なものが二次スクリーニングにかけられまして、そしてその二次スクリーニングでは、
約20から50本の論文、本文を読むことによって、論文をアウトカムによって分類していきます。この論文は透析について書かれた論文、この論文は心筋梗塞に書かれた論文という形で分類していくわけです。というわけで、この一次スクリーニングだけでも数ヶ月かかってしまうのが通常です。また、2人のドクターもヘトヘトになってしまいます。実際の作業は、それぞれのドクターが手持ちのノート型パソコン、まあ、おそらく15インチぐらいだと思いますが、その上でパウメットを開き、開いた論文のリストを見ていきます。そして、それぞれの論文をすべて開いて、アブストラクトを読み、そしてその内容を必要かどうかについて忘れないようアブストラクトテーブルを作成していきます。このようにして作業工程を残すことによってガイドライン作成が透明化されていきます。このシステマティックレビューのスクリーニングの問題点としては、まず最初のキーワード検索の部分で制限を緩くすることにより、候補となる論文数が莫大になってしまいます。ですので、まずその論文数を絞り込む必要があります。また、次にその得られた論文、1000本がどれが CQ に近いかわからないので、大量のそのアブストラクトを詳しく読まなくてはなりません。最初の 100本ぐらいまでは集中できますが、後半になってくると、もう目も疲れて肩も凝りますので、集中して読むことができませんから、CQ に近い順に論文をランキングしていく必要があります。また、アブストラクトテーブルを作るという作業自体も非常に煩雑で時間がかかりますので、全自動でファイルがダウンロードできたらなと私も何回も考えました。既存する技術としては、さまざまなウェブサイトが報告されていますが、ほとんどすべて、英語によるものですので、ドクターすべてに使い勝手が良いとは言えません。また、絞り込む機能自体がついていませんので、非常に使い勝手が悪くなっています。そして、これは Excel などと連動していませんので、作業効率が非常に、悪く時間がかかってしまいます。そこで我々は新しい文献検索システムを作ることに着手しました。ドクター K と名付けています。まずアルゴリズムの概略について説明します。この研究にあたりましては、私、神田と、それから、日本腎臓学会の理事長の柏原教授、そして日本腎臓学会の CKD ガイドライン委員長の岡田教授、理化学研究所の時計材工学研究室の研究顧問でいらっしゃいました牧之内先生に協力を依頼いたしました。そこで我々が試行錯誤で作成しました概略としては、まずユーザーがどのようなシチュエーションでその選択を行うか分かりませんので、PC、そして、スマホなどからアクセスできるようにできればなと考えました。ですので、ウェブのシステムといたしまして、サーバーにシステムのプログラムを置いてきました。そして、忙しいドクターが使いやすいように、途中で記録を、残すことができるようにし、キーワードを入力して、その結果を高速でサーバーが計算することでレスポンスをするというシステムといたしました。その概略ですが、まずシステムをスタートして CQ に基づいて文献をメッドラインなどのデータベースから検索いたします。得られたデータは今回想定していたのは1つのファイルでしたので、それを論文ごとに分割し、各ファイルに含まれている単語をベクトル化して、どのファイルにはどの単語が入っているということをまず見つけやすいようにいたしました。そして次に論文がバック台にありますので、キーワードを使って、選択できるようにキーワードをベクトルに変換し、共通のキーワードが含まれているファイルを絞り込むようにいたしました。またこの際にネフロロジーとネフロロジスト
などの近い言葉の検索も可能にするように工夫しています。このようにして絞り込みましたので、次は機械学習でファイルをベクトル化いたしました。ドキュメント自体、ファイル1本あたり1本の1つのベクトルとしています。また検索文自体はピコで書くと応用が効きませんので、自由文で入力してもらうようにして、その検索文を、ベクトルに変換して、そのベクトルとファイルのベクトルの関係性の強さを計算するようにいたしました。この時の関係性の強さに関しては距離について、さまざまな種類を検討しています。例えばユークリッド距離、それからマンハッタン、それから内積、コサインなどなどを考えましたが、基本的に、ファイルのベクトルの分布自体が、リーマン多様体的になっていますので、ユークリッド距離はあまり良い結果ではありませんでした。これらに基づきましてランキングし、その各ファイルを人が、必要かどうか判定を行うこととしました。自動化も可能でしたが、マインズの、ガイドライン作成基準に基づきまして、人が行うことにしています。この際に1000本をすべて同じ集中力で検討することは非常に難しいため、初めの部分には、非常に重要なもの、そして後半部分はあまり関係がないものを分布させるように工夫しようと考えました。そこで、そのユーザーが100本ほど論文を読んだときに、そのユーザーの傾向に従って残りの900本のランキングをさらに再ランキングで並び替えるというような機能をつけました。この機能をつけることによって、後半の論文の検索に関しましては、ユーザーは、流し読みをすることが可能になりますので、さらに作業が、加速することが可能になりました。そして最終的に選択されたファイルをアブストラクトテーブルとしてExcel ファイルとして落とすことが可能になり、そして一次スクリーニングを終了としています。そこで、ではこの一次スクリーニングで選ばれた論文をもとに、二次スクリーニングで最終的に選ばれた論文を検索することができるかについても検討していて、我々は、その最初にチョイスされた1000本以上のアブストラクトから、最終的に選ばれた、数十本の論文を選ばれるかどうかを検討してみたところ、いくつかのモデルを使って検討しました。例えば、ショートローグターム、メモリーとかですね、それから、GNN をですね、2つ連結させるなどのモデルを使って比較しましたが、すべて、95% 以上の精度を保つことができました。一つ、精度が良くないものは CNN です。そこで 5% の誤差がどこで生じたかということを検討してみたところ、私たちはマンパワーで人が調べた、チョイスした論文は18本でしたが、機械学習で見つけた論文は28本でした。この28本を精読してみると、実は見逃していた重要な論文でした。ということは、機械学習を、使った方法を共に行うことによって、見逃すことなく重要な論文を網羅することができるのではないかと考えました。そこで実際に、他のユーザーでも使えるように、フロントエンドの部分も作り、そしてバックエンドには先ほどの機械学習のアルゴリズムを使うシステムを作ってみました。左側のサイドには、各章の章立てと、CQ がそれぞれ青い字で書いてあります。そして、表にはそれぞれのどのようなデータベースを引用したか、検索ワードはどうかということについて、記録を残すようにしています。このシステムに関しましては、現在行っている日本腎臓学会、AMED、PMD の共同で行われている CKD エンドポイントのガイドライン作成委員会でも使用されています。例えば2人の査読者が用いると1つの CQ に対して検討すると、このような画面が表示されます。右側の上の部分にはランクと書いてあって、ブルーに色分けされているのが今読んでいる論文です。下のウィンドウには赤い文字でタイトルが書いてあり、
下にはアブストラクトが表示されています。一人の査読者がこの論文が重要だと思えば、緑色の印をつけ、必要ないと思えば赤い印がつきます。また、保留にしておこう、議論しようと思ったものに関しては、オレンジ色の旗を立てます。そして、100本ぐらい読んだときに、その傾向を再解析して、ランキングを再度行いますので、その傾向を示すのが右下のグラフです。このように一つの画面に表示させることによって、ガイドラインの作成が非常にスムーズに行われることになりました。まあ、本研究が先行技術よりも優れている点としては、手作業による、まあ、作業では、もう数ヶ月かかっていたものが、まあ、1週間程度で、行うことが可能になりましたので、非常に作業効率が良くなりました。また、絞り込みがそこには大きく活躍しています。そしてまた、文献を高精度で行うことが可能になったということで、ベクトル化が非常に有用であるということが分かりました。そしてさらにそのユーザーの思考を考慮することができますので、正確度を向上させることが可能です。本システムの特徴としては、テキスト、そして文章をベクトル化するということ、そしてその距離を測るということがミソです。正確に測ることができる距離を選択することができるのが大きな強みとなっています。また、その距離を測ることによって検索、分類も可能になり、ユーザーの選択傾向を考慮して精度を向上させることができました。そして、ベクトル化できるデータ自体には、今回はテキストデータですが、画像、それからウェブなど、さまざまなデータにも対応できますし、また、Windows、Mac にもかかわらず、関係なく Web システムとしているので、OS によりません。そして、活用方法といたしましては、大量のテキストデータなどのデータの分類、そして検索を行うことができます。そして、そのアルゴリズムを使うことによって、検索性能を向上し、ユーザーフレンドリーにすることが可能になってきます。また、これらの分類を使うということは、例えば映画やレストランなどの感想の分類にも使えますし、インターネット記事のスクレーピングと分類、マーケティングにも使うことができます。実用化に向けた課題といたしましては、大量の、まあ、テキストデータやなどのデータベースが必要となってきます。そして、フォーマットに合わせてプログラムを作成する必要があると思われます。用途といたしましては、例えば、ウェブスクレーピングを行うことによって大量のファイルを作成する場合や、もともとデータベースがある場合、ないしはペーパーレス化によってたくさんに作ってしまった PDF ファイルなどの処理、そして画像ファイルがたくさんにある場合などについて、このシステムを使ってランキング、検索を行うことが可能だと思われます。私どもはテキストデータなどの解析を行っている方、ないしは大量のデータベースをお持ちの方と共同研究を希望しています。テキストの研究種類は医学に関係ありません。企業の業種は問わないです。そして、企業様のに、まあ、有用な技術を考えられ、作業の効率化などに役立てていただければと考えています。本研究の、まあ、知財に関しましては以下の通りとなっています。お問い合わせ先は、川崎医科大学産業連携知的財産管理室までよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。